さあ皆さんこんにちは、みんなのゴルフダイジェスト、中村さんです。今日はね、ピンのね、新しい新製品、アイアンの新製品の発表会に来ています。見てください、 i59、 そしてグライドフォージドプロっていうね、この2つのアイアンとウェッジが発表になりました。じゃあね、ちょっとこの i59 の方から見てみたいと思います。この i59 の、なんて言ってもね、すごいコンパクトで、まあ、ロフトもね、7番で34度っていうから、まあ、本当プロとかね、競技志向のね、プレイヤーに向けたモデルだと思うんですけど、ここにね、まあ、本当なんかネジがついてるんですけど、ここはね、中がね、まあ、中空になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、実は中空なんだけど、中にアルミのね、素材が入っていて、でさらにフェースはステンレスのフェースを使ってるって言うんですよね。まあ、その複合素材が一体どんな、ね、効果を、ね、もたらしているのか。なんかこっちの先端とネックの方にもウェイトが入って、まあ、I210 っていうね、ちょっとキャビティのものがあるんですけど、そのキャビティのもの、もう一回大きいサイズと同じだけの完成モメントが得られているっていうね。まあ、本当コンパクトなんだけど、テクノロジー満載で、さらに寛容性もあるというようなモデルになっているということなんですね。まあ、ピッチングもそうですけど、やっぱり抜けが良さそうだし、あのスピンも、ね、しっかり入って高さも出そうな、そんなモデルに見えます。 i59 のピッチングウェッジいってみたいと思います。ピッチングウェッジはそこまでコンパクトっていう感じに見えないですね。ただやっぱりね、この溝の、ね、本数が非常に多いです。それとちょっと塔がね、しっかり立ってて、まあ、構えた時にフェースの面がしっかりとこうターゲット方向を向いてるような、そういう見え方してますね。じゃあちょっとピッチングウェッジしてみます。柔らかい、吸い付くような打感でした。いや、スピンかかってるな。もうちょっとね、硬いかと思ったんですよね、打感が。っていうのは、中にね、アルミが入っていて、さらに表面はステンレスのフェース、そのね、感じからするとね、もうちょっと硬さがあるのかなと思ったけど、思いのほか柔らかいです。球上がるな。しっかり球上がってくれますね。球も上がるし、スピンもかかるし、まあ、操作性もね、非常にいい。球の上がりやすさだったり、まあ、ちょっと芯を外したりした時の、まあ、そのミスの、ね、ならないっていう、ね、ミスになりにくいっていうところが非常に面白いですね。じゃあ続いて7番いってみます。いや、これね、すっきりしてますね、やっぱりね。いや、すごい構えやすい。7番になるとちょっとね、弾き感が出てきてるような感じ。ピッチング比べればね、少し弾き感はあるんだけど、決して硬い感じじゃなくて、中身がしっかり詰まってるもので、こうしっかり打って球を押してるっていう感覚ですかね。なんかね、もう練習モードに入っちゃうぐらいの、もういい感じでね、もうどんどん打ちたくなっちゃうような感じ。大体同じところしか飛ばないじゃないですか。7番円で大体スピン量が6800回転ぐらいですかね。うん、スピンもしっかり入ります。グライドフォージドプロの58度スタンダードソール、 S ソールですね。それのバンスは10度、シャフトはモーダス115、これがね、入ってますね。じゃあ早速行ってみたいと思います。リーディングエッジが丸くてね、非常に構えやすいです。いや、食いつくな。
食いつきが今80ヤード打ってバックスピン量は今80ヤード打ちました。バックスピン量1万回転。まあね、本当にビタッとねフェースに食いついてしっかりスピンがかかったっていう感触が非常に残ってますね。いや、これスピン入ってるわ。めっちゃ入ってる、まあ、ちょっと丸みを帯びていて、それでいてまあコンパクトで、まあ、非常に抜けがいい感じですね。これね、ちょっと開いて今度ね軽く50ヤード打ってみます。はい、47ヤード8600回転。はい、42ヤードね、キャリー42、8600回転。まあ本当スピン性能とかね、まあ、本当それもまあ全く言うことない、損失も全く言うことがないですね。ちょっとじゃあまあ、本当コントロール性、操作性が非常にいいですね。ピンのね新製品 i59 とグラインドフォージドプロ、この2つ打ってみましたけれども、あのこれだと i ブレード、こっちだとグラインドフォージドの前のモデルと比べると、まあ本当に明らかに、まあその進化の方向っていうのはねもう本当あるとは思うんですけど、実際こっちはねアイブレードよりはちょっと固めの打感なのかなと思いますけど、コンパクトなヘッドで完成モーメントが高いで優しくて曲がりやすい。そしてこちらのグライドフォージドプロに関して言うと、もうちょっとねリーディングエッジが丸くなって、もうより構えやすい、開きやすい、まあ、いろんなねショット、ウェッジショットが打ちやすい、そしてさらにスピン性能が高くなっているっていうね、まあ、そういうところのね進化をね感じていただけるんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんも試してみてください。